県人がまあふるさとでつなごう山口県出身の方や山口県に縁のある方とでもつないでいます明日選抜高校野球が開幕します、はい、阪神甲子園球場ね2年ぶりに選抜が戻ってきますが、ええ、山口県から下関国際高校の3年ぶり2度目の出場 開幕日の第3試合で県大高崎との対戦ということです、はい、選抜に出るというねチームが現れるときには必ず OB の方に出ていただいてます、えー、今日はそんな下関国際の OB の方にご出演いただきます広島県三原市にお住まいです現在会社員をされている新谷雄介さんですおはようございますおはようございますおはようございます。どうぞよろしくお願いします新谷さんは、はい、僕と坂原監督で二、はい、人で狩りに出てもらいましょうって決めたんです、はいはい、あ そうなんですか、はい、監督さんご推薦はいはそうなんです、ね、僕の推薦でもありますあ,あ僕の推薦でもあります久しぶり元気ですか元気です <laughs> あお知り合いなんですかまあ知り合いというか<ー>あのー、2006年ですかね坂原監督が監督に就任されたのはねでその、うん、翌年に2007年に僕熱血テレビで国際高校に取材に行ってるんですよああ 熱血応援部っていうコーナーがあってね、ええ、その時ね国際高校は9人しかいなかったんです部員が、ええ、その時に唯一の3年生でキャプテンだったのが彼あそうですかそれからのお知り合いですかです、まあ、お知り合いとかまあその時った <laughs> い回あったきりなるんだけどねそうですね,ね<え>えもう31歳ですかねえ,ねえ随分経ちましたね <laughs> そうです。ねもう立ちました。はい、<laughs> あの時は本当に部員が9人といっても3年生一人しかいなくて、彼一人。本当に新谷君一人だったんですよね。うはい。うんそうなんですか。でもっと言うと、<え>新谷さんはその1年生で部に入った時には野球部員それなり人数いたんですよね。そうですね。16人だったんですかね。ね。え なんでそれが三年になった時、はい、一人ぼっちになっちゃってたんですか。違うんですよ。一<え>年の冬にはもう新谷君一人になっちゃったの。みんなやめちゃったの。そうなんです。どうして。どうしてなんですか。どう、えー、まあ。どうなんですか、ね。練習が厳しかったのもありますし。坂原監督の練習は今でも厳しいけど。<laughs> 当時はもう。あの、多分入学して途中で坂原監督に変わってると思うんだけど。はい、相当面食ら。 でたでしょうね。そうですね。朝何,、はい、何時起きだったんですか。朝僕は四時半起きでした。四時半。うん、高校生が四時半に起きてそ,そのまま学校で行って練習ですか。はい、朝練習して、はい、授業受けてその後放課後も野球やってました、ね。ええ、ね、四時半冬真っ暗。だからまあさすがについていけないって言って一人減り二人減りごっそり減りって。 いう感じだったですよね。そうですね。はい。え、でもそんな中で新谷さんはどうして残ったんですか。僕はまあ野球好きだったのが一番ですね。うん。<ー>あのどうなんだろう。もうみんなやめちゃったから、俺もいっかなって思ったこともあったんじゃないですか。いや別にそれは思わなかった、ね。全然思わなかった。だって確実にあと八人仲間が入らないと試合できないわけじゃないですか。 そうですね。うん。はい、だけど一人でも坂原さんと頑張ってた。はい。そうなんですよ。ええ。いやその練習中もかなりこうまあしごきというか厳しかったんですか。厳しさはありました。どんな感じだったんですか。はい、どんな感じ。どんな練習？<laughs> まあマンツーマンなんで。そうよね。<laughs> ね<え>。限られた 練習はやってました限られた練習って言ったらノックとかクいやノックはじゃなくてあの、まあ、ティーバッティングで監督さんにトスを上げてもらって僕が打つ。はあうん、あなるほどね,ね,ねそれは周りの仲間がいなくなっても朝4時半起床朝練授業やって夕方練習って変わらなかったんですかあそれは変わりないですそれ お、<ー>それはすごいですね。本当ですね。だいぶ濃密なマンツーマンだったんですね。あ、そうですね。<laughs> へ<ー>え、じゃあ、勉強する時間とか取れました。はい、勉強とかで、する時間ありましたか。勉強は。まあ、そんなに学校でしかしてなかったですね、当時は。<laughs> えー。<laughs> 余裕はないでもう野球一色なんだそうですねえで我々が取材に行った時に新谷さんはキャプテンで3年生キャッチャーだったんですよね、はい、キャッチャーもしてましたもうしてた2年生が何人かいて1年生も何人かいてそのうちに新谷さんの弟さんがいらっしゃってあ弟さん入ってきたんですか、はい、でやっと9人で練習ができるようになったんですよね 良、ね、かったですね、うもう一人もやめてほしくないですよね、そうなったら。だから、その年は夏に高校甲子園をかけた試合に出られたとあ<ー>あ。出ました、はい。いやまあ、まあ、嬉しいっていうか、うん、出れたことで良、うん、かったと思います。<ー>え結果は 結果はまあ一回戦負けなんですけど。<ー>うん、でも出られてよかったですね。そうですね。はい。あれ負けた時って、たった一人の三年生で、一時満通でずっとやってて。どんな気持ちでした。気持ちいい。うん。ここやき終わるなっていう、まあ。終わるな。でも別にまあ終わるは終わるですけど。うん。うん。そんな悔いとかは別になかったですけどね。うん。 それだけ練習したらね。でねその 9人の部員の時にあれ6月ぐらいだったんだよね夏の大会の前にちょっと行ってみようよっつってみんなで取材をお願いしてそこで坂原監督と初めて会ったんですよまあ新谷君たちが練習してる9人っていうことは揃ったっちゃ揃ったけど守備練習とかでできないんですよ何人か人数いないとフォーメーションとかできないんだからノックもそうだしねそうかはいノッカーがいてボール渡す人とかも本当はいるんです本当はいるんですよだからすごい頭使って練習してるんだけど一番覚えてるのが 新谷君当時の新谷君は。 結構やんちゃな感じだったんですよ。え、そうだったんですか？いや,いや、僕僕自身はよくわからないですけどけ。結構、うんうん、自分ではわかんない。うん、い,いやんちゃだなっていう感じだったんですけど。<laughs> うん、そんな新谷君。下関国際って下関の新下野駅から車でカクカクカク,カクと曲がってで坂をふうって上がったと,ところにあるんですよね。な <laughs> かわかりわからんよな道じゃない。桜並木の上り坂をスーッと上がっていくとグラウンドがあるんです。ええー。後車でグラウンドがあるんです。ええ、うん。で後があってそこからもうちょっと車でスイート行ったら あのー、グラウンドがあるのねでその横のところから降りると近道で下って帰ることができるんですんでそこのね我々取材が終わっ,とった時に、えー、ずっとこう斜めにスイッと S 字カーブをく下りながら僕らが,が,が下がっていくじゃない「<laughs> さよなら」とお世話になりましたって <laughs> 新谷君がずっとね走って僕らをね見送ってくれたんですえっほに?「さよなら!<え>」「さよなら!」「ありがとうございました! <laughs> さよなら」みたいな <laughs> さ青春ねっ 覚えてますそんなことしたっけ、ね、した、えー、もしかして竹重さんが新谷郎くんのグローブかなんか間違えてもちがえたって返して返して,返してとおか来てたんじゃない違います, <laughs> すこの子本当いい子だねっていう、えー、だから覚えてるんですよあ、そうなんですか出てもらえてよかったですね、はい、まあ僕が語っちゃいけないんですけどね賢神<う>山なんで <laughs> 覚えてないんですか <laughs> いやちょっとはいすいませんだからそういうのが当たり前だったんだ彼にとって特別なことじゃないかと。いやもう本当ね話して最初ちょっと壁あったよ正直誰か来たカメラ来たなんか知らねえアナウンサー来たみたいな感じだったんだけどそのうちなんかインタビューしてるうちに何かあれだよね交換日記というか監督との交換ノートみたいなのつけてたでしょ。 なんかブ、部のノートだったかなあ,あ,ありました、ありました、あったでしょ、うんはい、それをなんか見せてもらったりとかしてだんだん話が打ち解けていったんですよ、陣谷、うん、君と。<ー>で、最後、さよなら、さよなら、もういいから、引かれるぞみたいなあ、そうなんだだから彼と最後に話をしたかったきっと今も変わりなく一生懸命、毎日を送ってらっしゃるんでしょうね。 はいはいはいはって言うしかないわな高校卒業してからどうしてたんですか高校卒業してからすぐこっちの方で就職はしましたして広島で三原ではいはい三原でああもうじゃあそのまんまずっと今お仕事どんなことやってるんですか 戦関係ですね。ああ、そえ、もう十二三年になりますよね。今来年三年目なんです。ああ、そうですか。お仕事しんどいことはないですか？いや、きついですよ。きつい？やっぱり。え、でも頑張って毎日。そうですね。ま、結婚もして？結婚してはい、子供も今います。子供もいて。え、そうなんですか。子供何歳？ 今一歳半です。ああ生まれたばっかりめちゃめちゃ可愛い,いでしょう。えー、ちょろちょろするようになりましたか。はい。ちょろちょろ動くようになりましたか。ああもう走り回りますね。ねーああそりゃもう目が離せないわ。え野球やらせる、うん？いやまあ本人が望めばやってもらいたいですね。うん。うん そしたら教えてあげられるよねマンツーマンの怖さ <laughs> すごい怖いじゃん <laughs> だってそりゃ今も坂原監督はギラッとしてますけど当時はもっとギラッとしてますからねギラギラだったんですね <laughs> 私と同年代ぐらいですからねで あの、その新谷さんが三年生で一年生の弟くんが入ってきたって話してたじゃないですか。うんうん、その時、弟く君、ちょっとちっちゃいのよね、百六十センチぐらいしか身長ないんだよね。あ、そうですね。はい。その二年後に。その二年後ですよ。二年後に下関国際夏ベストエイトまで行ったんですよ。え、どうしてそんな急に強くなったんですか。どうしてですか。まあ、教えて。まあ、監督さんの。うん、と、まあ、選手は頑張るじゃないですかね。やっぱり。 シモショに勝ってベストユートに行ったんです。すその準々決勝の実況は僕だったんです。あ本当。梅、はい、やカリフォニまあ残念ながらカリフォニはねちょっと歯が立たなかった。その年カリフォルニアが甲子園行ったんだけど。<ー>あのちっちゃかった。 シンタニーくん弟格好弟格好栃がすっごいしっかりしてキャプテンになっててあそうなんですもう話しに行って泣いちゃって立派になったねーから親か俺も実況頑張るけ子安も頑張りみたいな弟さん元気ですか弟はまあ下関にいるんですけどあそうなのま 変わりなく元気だと思いますよだからまあそのベストレートに入りましたその2年後にピッチャー大く君と宮崎君って2人いてそれでベスト4に初めて入って<え>その2年後に初めて決勝に行ってまあ下敷に負けてその3年後に初めて甲子園に行ったんですへえ<ー>だからそその礎が新谷雄介さんですよ <laughs> そうですすよようね彼がもしその時辞めてたら <laughs> 野球部もしかしたらなくなってたかもしれないんだ その可能性は。はい、多い。ありますよね。はい、それは意識してました高校生の時。いや、別にそれは意識してないです。はい。本当に、ただ野球が好きだからっていう感じ。そう。そうです。今も好きなんですか野球。野球好きですよ。えー、どっか応援してるんですか?。ご自分がされてるとか?。僕は、まあ、野球じゃないソフトボールなんですけど。えー <laughs> ソフトボールしてるんですか。はい、ソフトボールまあ今はかちょっと活動してないですけど、ええ、まあややってることはやってます。チームに入ってはい。う<ー>あの選抜にまた後輩たちが出るんだけど、はい、まあその前にね三期連続甲子園に国際は行ったんですけど、はい、後輩たちの活躍っていうのは今どういうふうに見てますか。いやまあその三年前の三期連続の。 春夏は行ったですね。ああ、じゃあ、に甲子園あの甲子園に日大三好に惜しくも負けたあの試合も行った。あー、その試合行きました。うわあ。<laughs> 坂原監督に聞いたら、あの時から監督の中では甲子園という時が止まってるんだって。あ,あ、そうなんですか。だから、ううの <laughs> あの時の思いを取り戻しに選抜に行きたいって話をこの間されてました。 うん相手にとって不足話ですね、やったら。現代だもんね改めて後輩たちにぜひメッセージを残してもらえますまあそうですね、健大高崎、関東選手とですから、はい強、強いと思うんですけど、まあ、目の前の相手を、相手に対して、まあ、どうですかね。うん まあ一一緒で楽しくやってもらいたいですね。行くんですか、選抜関係者だったら入れるみたいだけどそうなんですけど今回、行けそうにないんで仕事もあるってい、えー、うか、ね、第3試合だったら仕事真っ最中だね <laughs> そうですね, <laughs> ね<ー>はまあちょっと合間で結果を見れればいいかなぐらいですかね。うんうん あの県外にいる山口県出身の人に10年間いろんな方に出てもらってコーナーを進めてきたんですよ、はい、実はこの番組でね、はいはい、僕がやるの今日が最後なんです、はい、最後が新谷くんでよかったですあり,がとうありがとうございます、えー、最後まで君とさんがいたり来たしの <laughs> <laughs> いや本当あのかっこいいお父さんになってくださいはいありがとうございますまたあれでしょあの夏お客さん入れるようだったらまた 最強スタジアムとかに後輩たち見に来るチャンスもあるかな。はいあります。あると思います。その時はぜひ球場で会いましょう。はい、お願いします。あの僕分かったら声かけますんで。はい。新谷君も分かったら声かけてください。わかりました。はい。いや本当どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いやもう泣きそう。う懐かしかったね。懐かしい。ただ。 ロケバスを追いかけたことを忘れていたのはちょっとショックだったね。あれめっちゃ覚えたったんやけどな <laughs> 俺。そうなんじゃ。<laughs> そうなんです。はい。だからね国際に対しての思いっていうのはまあ私はそれなりにまあまあどの学校に対しても思いはあるんだけど <laughs>、うん、ちょっとね別の意味で思いが当たりあがってして。立派な社会人になってましたね。本当。そうですね。うん、はい。 えー、ケンジンアワーですが来週の水曜日、木曜日が最後の2回ということです。過去1500人ほどいろんな方に出ていただきました。ポッドキャストと YouTube の配信自体はこれからもうしばらくは KRY のホームページもしくは k r イの YouTube チャンネルでお聞きになることができますのでぜひお時間があるときにはチェックしてみてください。はい、私はこれががラストででしししたたたいいありがとううござま